11月感謝河北新報の井浜です。よろしくお願いします。はい、まず知事から、知事の発表をお願いします。はい、私からはですね、先般 の、 10日から15日にかけてロシアと韓国、訪問いたしました。その関係若干ご説明申し上げます。韓国経由でロシアに参りまして、包括協定を結んでいるウラジオストックのあります、ロシアの沿海地方行政府というんですかね、まあ、州みたいなここと、その後で経済交流の協定を結んでいますハバロフスク州に行ってまいりました。ロシア沿海地方ではですね、知事と懇談するというんですか、会見する予定でしたけれども、急遽プーチン大統領が、ちょうどね、ちょうど空港に3機大型機がですね、3機ですね、あそこね、まあ、あそこはね、動くとすると、まあ、政府一体になって動くんですね。もう大臣方からね、大企業の幹部から全部一緒に、それで泊まりはですね、ウラジオストックの市内じゃなくて、まあ、ルースキー島という例のエーペック開かれたあそこの極東連邦大学にね、めちゃくちゃでかいその施設があって、そこは島ですからね、警護ができますので、どうもそこに泊まったようでございます。まあ、そういうことで、まあ、知事が急遽会えなくて、第一副知事と面談しまして、まあ、今後の交流協定、まあ、交流のあり方等々話をしてきました。あちらからはですね、やっぱりどちらかというと日本の各都道府県あるいは中核市がね、みんな裏地方にあの州にね、オファーかけてますので、なかなかやっぱり最近はですね、昔よりはですね、だいぶそのなんですか、アクシタビンで言えば腹ついていうかね、腹ついていうか、だいぶこう自信を持ってね、かなりその強い要求をするような、いやそういう姿勢。ただ、ですね、今盛んに観光の交流を、観光交流というか観光でですね、あそこを持とうということで、あれはですね、あそこは東南アジアの、あそこはシンガポールじゃなくて、どうだっけ、カジノ沖縄のマカオとか、あの時何つけ、いずれね、でかいね、カジノを作るという、そういう構想をね、進めているようです。ですから、まあ、うちの方でいいカジノを作るから、日本からどんどん遊びに来いという、まあ、そんな感じでした。あと、まあ、当然、私ども、まあ、来年、これ、あくまで予定ですけども、あの国はですね、やっぱり行政が一緒に行かないと、まあ、肝心のところは見学できませんので、来年どちらかというと、まあ、青少年の派遣をしたいということで、今、我々検討していますけども、それについては大歓迎ということであります。ハバロフスクの方はですね、逆に言いますと、みんなそのウラジオの方にね、自治体がみんな行くもんだから、最近はハバロフスクに来る人はいないということで、ずいぶん、やや逆にね、非常に低姿勢ということで、ただハバロフスク、どちらかというと工業都市ですので、まあ、ウラジオは、まあ、港湾都市で、物流の中心でありますけれども、まあ、工業都市でありますので、そういう意味ではいろんな航空機産業なんかありますので、まあ、実力はですね、ハバロフスク非常にあるんですけども、まあ、最近日本の企業から自治体からどちらかというとハバロフスクにはややその疎遠だということで、まあ、ぜひともということで、大変丁寧な扱いでした。まあ、ただどちらかというとですね、やはり物を売る場合はそのちゃんと売り場をね、取るくらいの出資をすると、やはりそういう概念ですね。韓国はやっぱり相当何にもかにもね、出資して、例えば空港にも出資して、その代わり空港での権益を、まあ、権益ですね、それを取るという、まあ、そういうことで日本の企業あるいは自治体はさっぱりその出資ということはね、まあ、これ日本はなかなか難しいですけども、
まあ、そういう意味がないということで少しそういうお話がありました。まあ、いずれハバロスク、まあ、今年これ日本側の冬がどうなるのかちょうど行った時でハバロスクはですねもう数十年ぶりの大雪寒波ということで、まあ、これ私が降りてからですけども降りてすぐ私の乗ったあっちの地図の 車でしょう公用車バジャベンツがねガチャッとぶつけられてもうツルツルでね、まああとですね、まあ、具体的な話では、ウラジオのフェイス公社というその、公安いわゆる、フェイス公社という会社がございます。これはあの海運です。海運とシベリア鉄道の一部をやっています。7月に、私の方から直行便で、物を出してますけどもいずれ、最近ではですね秋田の港湾の整備が進んで、仙台中心、まあ、仙台くらいのところですね横浜港だとかあっちに行かないで秋田に来るという例が非常に多くなっています。まあ、そういうことでまた1月にもトライアル輸送しますけども、まあ、そういうことで、まあ、あちらからは、まあ、どんどんですね秋田港から荷物があれば船は出すというまあ、そういうことで、まあ、鉄道と一体となって、まあ、モスクワあるいはサンクトまで運ぶものがあれば秋田港から出してくれれば我々も船はどんどん出すという、まあ、そういうことで少し前よりはですね、前はですね交渉だけだったんですけどもいずれ、トライアルで何回かこれから やろうとしてますんで、まあ、そういう意味で前向きの話がありました。まあ、韓国はですねやはりだいぶ厳しいです。これは日本全国すべて、日本からの客が 17-18% どこも減っているということで、まあ、大変厳しいというですから、まあ、秋田に限ったことではありませんけれども、まあ、円安で、そこら辺がですね大変だというそういうお話がありました。ただ、まあ、韓国の船会社が秋田からまた、上海便10月から2便出てますけれどもこれは好調でございまして荷物の方はですね、まあ、韓国別に韓国のものだけ積んでるわけじゃないものですから、中国向けも含めて好調で、まあ、船会社からは、まあ、上海便も含めて今後どんどん東南アジアにも展開したいということで、まあ、秋田港に荷物を集めてくれればいくらでも増便するという、まあ、前向きな話があったわけであります。まあ、私からは以上でございます。幹事社からなんですけども、韓国の、まあ、大韓航空運休している、いたとはいえ今年の1月から9月で秋田を訪れる観光客ついに韓国と台湾が逆転しているこの状態について知事どのようにお考えでしょうか。はい、まあ、これ全般的に秋田のみならず日本全体で台湾が急激に増えています。で韓国はやはり、逆にですねまあ、いろんな問題もございましてそう、まあ、九州の方はある程度あるようですけども、まあ、なかなか苦戦していると、まあ、台湾はですね、まあ、そういう意味からすると、まあ、台湾 の経済界のトップであります江さんという方県の、まあ、経済顧問ということでお願いして、まあ、台湾の航空会社の、まあ、株主にもありますので、まあ、そういうことで、こちらからいきますと、台湾の航空会社すべて大変丁寧な対応ということ、また、だいぶ台湾で私どもも宣伝、秋田の観光宣伝しています、あるいは、金融機関も含めて、物産のあっせんだとか、まあ、秋田の日本酒のパーティーだとか、いろいろやってますので、まあ、そういう意味で台湾は非常にこれからもですね、増えると思います。我々実は台湾もですね、仙台には定期便ありますけれども台湾の飛行機はですね、まあ、中華航空を除けば そんなに大きな飛行機はないんです。ですから近場の、まあ、日本なんか一番いいわけでありまして、まあ、どちらかというとチャーター便を重ねながら、まあ、場合によってはうまくいけば、定期便というそういう話もちらほら出てますので、まあ、我々もですねなんとかこれまあ、冬だけではなくて夏も含めて、一定のですね、観光客がある程度あって逆に今言われているのは日本からの観光、
これ、まあ、台湾ですね、非常に対日感情もいいし、まあ、食べ物も日本人好みですので、まあ、日本からの観光も増えると、まあ、定期便の可能性は出てくるという、そういうお話もございまして、まあ、我々これからも、まあ、台湾はまずはチャーターということ、チャーターを重ねてあのプログラムチャーターになればですね、まあ月に何回だとかそういうことがはっきりしますと、こちらからの、日本から、まあ、というか秋田からの観光客もね集客できますので、まあ、そういうことで今、まあ、台湾はその台湾の観光客プラスこちらのいろんなものの物産の販売という、まあ、そういうものを含めて今やっています。まあ、韓国はですね、ただ韓国はやはり、まあ、少しですね、まあ、この後、まあ、韓国の航空会社も言ってますけども言ってましたけども、まあ、若干外相会談で外相会談あれも予定されてて、少し雪解けになれば良くなるんじゃないかということで、まあ、むしろ韓国の経済界は雪解けをですね、むしろ韓国の大統領に向かってややそういうですね、そういう何ですか、ややそういう意見というんですか、そういう方向にあるみたいですね。日本側にはあなたことは言いません。各社質問ございますか。あの先駆け新報の内田です。関連してお聞きします。あの大韓航空とのやり取りであの路線を維持したいとの回答があったと資料にありますけれども、具体的にいつまではとか、まあ、どういうやり取りがあったのかもう少し教えてください。あのまあ、これがですね、非常に大韓航空さんの方もですね、まあ、いずれこれあの路線がねなくなりますとまた別が入ったりで、やはり路線というのは一旦設けた路線というのは権益ですのでね、まあ、それをあまりなくしたくないという話も、まあ、その気持ちもあります。ただあまりにも赤字が続けばということでありますけれども、まあ、我々としてもですね、まあ、あのいろんな工夫はしますけれども、まあ、一定 の, そのかなり の, あの便益も図ってますので、まあ、そうこれ、ね、あのだからといって極端にその経費を、ね、かけてというそういう状況にもないという、まあ、ですから、まあ、今の状況の中でいろんな工夫しながら努力しなきゃならないという、まあ、我々はそういう態度で臨んでいます。まあ大韓航空もですね、まあ、そこら辺は十分分かってますけども、ただ、青森県産あたりはですね、かなりのことをやってるのかなという感じがしますね、うん、やっぱりあの青森の場合はですね、なかなかその空港の状況もですね、まあ、秋田とこうどう連携するかということもありますけども、ただ我々としては一定の礼を尽くしながら頑張ってますけども、やはりですね、今回もですね、行き帰りも全部修学旅行でですね、まあ、学生の高校生、これね、韓国行きじゃなくてあそこオーストラリア行きだとかね、ですからインチョンを使うことによって非常に、まあ、大韓航空は一番世界のネットワークありますので、どこへでも行けるんですね。ですからそういうことがですね、非常にこれからやっぱり我々としてはそこが一番失いたくないという。で秋田県のタイのね友好協会できたもんですから、あちらの方もまあインチョン経由でタイに非常に行きやすいもんですから、まあ、そういうもので非常にサービス料金のまあそういう何ですか、プランもですねこれから作るということで、まあ、例えばタイに行く場合はですね、インチョン経由でという、まあ、そういうことも宣伝したいということでした。産経新聞の渡辺です。質問ではありませんが、今回のロシア韓国訪問について、事前の発表がありませんでしたので、このようなことがないようにこの場を借りて申し入れます。まあ、あれはペーパーでやったか、会見で、会見するまでなかなかなかったものですから申し訳ございません。わかりました。はい、
他よろしいでしょうか。朝日新聞の斉藤です。すみません、どっかで出てるのかもしれないですけど、岡島さん、エボラ出血熱の予防 の、 あの第一種感染症をしている、はい、この後も解散もあるでしょ。じゃあ続いて感謝質問に移らせていただきます。まあ、エボラ出血熱などの、まあ、第一類感染症に対応した病院を、まあ、整備していくという方針を先日明らかにされていましたが、現在のその協議の進捗状況などをお知らせいただきたいと思います。あれ以来ですね、秋田の、まあ、そういう状況を作れる、まあ、病院というのは、まあ、中核病院ですから、まあ、そこに、私の方では打診を今しています。でそこら辺の打診のですね、まあ、それがそれで決まる決まらない別にして、まあ、一応そのいろんな条件も含めて、もしその条件が合えば受け入れるというところもあるかもしれませんし、最初から、まあ、例えば感染症の医師が専門医師が、ね、少ないもんだからなかなか無理というところもあると思います。まあ、そういうところで、まあ、今そう遠くない時期にまずは、ね、可能性についての回答が あることになっています。ただ今の段階でまだどこだということじゃなくて、例えば私の方やるかというよりもこういう条件だったらもしかしたらやったら やれるかとかね、まあ、こういう今のところ私の方はいろんな条件、例えば満額ね補助金もらってもなかなか施設からして無理だとか、ですからそういうのはありますから、まあ、近々かなと思いますけども、まあ、まずはその可能性のところについては、もう少しで、まあ、出てくるかなという、まあ、そういう状態です。ですから我々ですが、その可能性があるところと今度は中身の詰めをしながら、まあ、絞っていくという、まあ、そういうことでありますが、ただやはりいわゆるこのあとそういう条件が出てくると、厚生労働省との、いろんな、ね、施設基準だとかその金の問題のそういう細かな調整もあって、まあ、国との協議も重なりますから、いろんなその途中で手続きがあります。ただ基本的には我々としてはですね、まあ、例えば若干の費用が県の持ち出しがあっても、これは県内にこれを設置するというそういう方向で動いています。ただそれやってもすぐにできませんからね、相当実際に動くのはこの設備がね、非常に設備整備が、まあ、丁寧な時間もかかりますし、まあ、すぐはできません。ですから、まあ、できるだけ我々としては、まあ、設置を、ね、の方向だけでも早く探りたいということでやっております。弾力的にやろうと思っています。この点について質問ございましたらお願いします。詰めについてなんですけども、具体的にいついつまでにどういった話まで行かせるとか、そういった具体的なものというのは決まってますか。まだそこまでは言ってません。ただ、まあ、我々としてはね、まあ、できれば来年度の、ね、予算に上げれればなと。他ございますか。秋田先駆けの斉藤です。関連でその来年度の予算というのは、まあ、どういった費用とかを想定しているんですかね。まあ、もしね協議が整えば、まあ、最初の調査費だとかね、そうなるでしょう。かなりこれね、全てクローズド型ですから、下水とかね、ああいうのも全部すべてですから、まあ、だいぶその今まで県内ではやったことのないような工事になりますので、まあ、でだいぶできるところもね、そういうのが専門のところでしょうから、まあ、そういうことも含めて、まあ、最初そこから入っていくと思います。今のところね、第一種がなかったところが
9件だったけども、大分がなんか、大分がね、11月10日に、めどがついたということですね。今のに関連なんですけども、その来年度にまあできればその予算を盛り込みたいというような希望だということなんですけども、まあ、当初はその、そのおよその調査費とかのまあ項目になるというお話なんですけど、およそどれぐらいのまあボリュームというか金額になりそうな。ですね、一応ですね、1週あたり1億円以上、まあ、ですけどもね、その場所にもよるし、その例えば病院の中に作るかね、ある程度回収して、あるいは病院と別のところに作って廊下で結ぶのか、それでそういうところでね、非常にそのかなり違ってくるんですね、上から下まで。まあ、やはり、そこら辺がですね、あとその入り口なんかね、ある程度取れるかどうか、物理的なね、その立地条件によって相当これ違ってきます。それからやっぱり各、医療機関がですね、今までなかなか渋るのはですね、その運営費、これがめちゃくちゃかかるんですね。ですからこれに対してやはり相当ですね、まあ国庫補助がですね、ある程度その出ませんからね、その運営費が自分で持たなきゃならないと、ここら辺が随分ネックになってますので、まあ、そこら辺もですね、我々としてはですね、まあこれ、まあ、国にも要望してますけれども、まあある程度こういうものがね、やっぱり県としてもね、まあ備えておくべきだという、まあ、そういう方向からすれば、まあ、なんとかですね、努力したいと思っています。あとはじゃあ続いてもう一点、幹事社から質問させていただきます。ちょっと予定にはなかったんですけども、先日安倍総理が衆院解散を表明いたしました。それに対して、知事がどのように受け止めていらっしゃるのか、ちょっと見解をお願いします。はい、まあ一応突然の解散という感じですけども、ただ実はこれ週刊誌も含めて結構先からね、秋前夏頃からでか、解散が今年中あるんじゃないかと、まあ、そういうね話はちらほらあったわけです。まあ、そういう中で、まあまあ、これは腹の中はね、私も分かりません、安倍さんしか分からないですけども、まあ、そろそろということで、やったでしょう。ただ、まあ、いろんな、ね、考え方ありますけども、これ、日本のみならず、世界的にね、すべての国でやっぱり権力を握るという、権力を握る人はね、自分の最も仁義を考えますね。一番自分でいい時期を選んで政治行動、インパクトのある政治行動を取るというのは、まあ、これどこの国でも同じです。それがまあ今回この解散という、ね、政治行動に結びついたのかなと、まあ、ある意味ではもうちょっとこう、まあ、我々から優しくね、安倍さんに対して優しく考えれば、アベノミクスの、ね、評価を国民がどう、ね、捉えているのか、まあ、増税の問題もですけれどもね、まあ、増税の問題よりもね、やっぱりアベノミクスの効果、まあ、成果、それについての、まあ、基本的な考え方、こういうことについてのね、やはり国民の評価というのがね、一番今回ある、それがこの争点じゃないかなと思いますね。うん、まあ、税金先送りするのはあまりそれダメだという人はね、あまりいないわけですよ。ただやはり地方へのアベノミクス効果の、まあ、波及だとかね、まあ、この経済構造の変化に伴う、それに対する、まあ、産業政策の、まあ、手法だとか、こういうことについて、やはり最終的にはね、この国民の判断基準なのかなという、そういうことからすれば、逆にね、そういうふうに捉えれば、ある程度これは肯定してもね、その突然と言いながらもね、一つの、まあ、中間アメリカの中間選挙みたいにね、
そういうふうに捉えてもいいのかなと思いますね。決して自民党がね完全に有利だとはそういう選挙ではないと思いますよ。この件に関してご質問ある者ございますか。1区、2区、3区、今出ている名前をご覧になって、情勢をどのように見てらっしゃいますか。私からなかなか言うのはね、あれですけども、ただ、まあ、3区はね、まああのまあ、現職のね、村岡君、まあまあ、比例でもね、あの南川君と、あれ、小選挙区でやるんでしょ、どっちも。ただ、2区、1区、2区はね、まあ、1区は、まあ、あの学君とね、まあ、またあの、まあ、対決という2区はね、まあ、新人が出ましたけどもやっぱり2区はちょっとねいい、まあ、あ私はあまりやらないだ、1区3区は激戦じゃないか、まあ、私はそんな感じしますね、うん。自民党候補を応援されるのだと思いますけども、うん、まあ、その危ないかもしれないということですか。いや危ないというよりも激戦、そう、そんなにね現職がそんなに楽な選挙ではない。週刊誌にも書いてあるじゃん星の数が、ね、2区はね、まあ、なんかねほとんどあれあれあ、まああとこの後ね、この後のやっぱり選挙戦のね持っていき方、これもあるでしょ。ただなんとなくね野党もねやっぱりバラバラ感が非常に強くてね、これがねやっぱり野党はねやっぱりそれぞれこうどうしてもね議席を取ろうというそういう意味でのねその連携が多いんだよな。まあ秋田は別にしてもこれはね、なかなかね、やっぱりそこはね、なかなか昔のね、あの強い時の社民党、社会党とね、自民党という、こういう感じじゃなくてね、やっぱり野党の方のね、まあ、どうもその、それぞれの党がね、まあ、非常にその、小さく見える。自民党がなんとなく大きく見えれば、自民党に対するね、安心感というのはやっぱりあると思う。少しぐらいね、まあ、政策がちょっとね、ブレても、まあまあ、自分たち そのプラスになってないかもしれないけどない部分もあってもねやっぱり選挙ね最後はね私もあのよく言うんだけども秋田の選挙どちらかといえばね、まあ、参議院は別にしてもやっぱり身近なところではねやっぱり政策と同じくらいあるいはそれ以上に信頼感これが非常にねあるあの秋田の選挙はねあるんですよ。というのは農家の方はね非常にそのまあ国のね政策に、まあ、振り回されてきた。それからあの中小企業の方はね経済のその狭間に置いていた。そうするとねあまり政策というのもねやっぱり自分のところでこう寄り添ってくれる。あまりね理屈だとかね綺麗な言葉よりも、ね、自分に寄り添ってくれる候補にねなんとなく近くなるようなそんな感じがね秋田はねやっぱり農村部あるんですよね、うん、ただまあ米価の下落ね米価の米の下落ねこういうものも含めてどういうふうな反応が出てくるかよく分かりません。ただ流れとしてはねそんなにね極端なことはないと思う。まあオールジャパンでね、まあ、秋田は別にまあま私の寸評すみません、お時間になりましたので、これで終わりです。彼女なんか言いたそうそう。最後。ちょっと話出たんですけども、まあ、今回の選挙で争点が一般の人にはちょっと分かりづらいほどたくさんありまして、この中でですね、国民としてではなくて、秋田県知事として、どこの点が秋田県にとってはポイントになってくるというふうに考えてますか。やはりアベノミクスのね、やっぱり経済政策。これがね、
どういうふうに評価されるのか、これはもう我々もね非常に興味のあるところですし、それとね、まあどっかの政党でさ増税そのままやろうというところないのかね。それね割と取るよ。その代わりね、あの例えば相当ね、あの無駄をこういう具体的にね、こういうところはあとはやめますとかね、こういう形の予算編成をしますとはっきり言ってさ、それでむしろ増税すべしのね、そういう政党みんなないんだよな。みんなねその弱くなって、そのぐらいのことをやるとね、これはねものすごく面白い。逆にね、一番皆さんがね嫌いなね増税をね、むしろ同じ、どうせこれあの景気状況をね取るでしょと、1年半後に、まあ、伸びるでしょ。伸びるということはその部分のね赤が増すんですよ。ですからその後のね負担がね非常にまた強くなるんです。ですからね、やはり、まあ、景気の先折りをね、あの景気の状況をね、そのやるため の, あの具体的なね、もう少しその曖昧じゃない景気対策と無駄のカット、これを言って増税しましょうという、そういう政党あれば面白いんだけどね、ないんだな、うん、まあこれは私 の, あのすいません、時間ない中でちょっと話戻しますが、うん、県内の小選挙区で、うん、特定の候補者を支援するお考えはあるか否か。私はこれまでもね、大変お世話になっているし、まあ、個人的なお付き合いもねありますので、まあ、政党もです、もう、まあ、もちろんあるんですけども、まあやはり国政選挙を個人的に、まあ、非常に親しい人もいますので、まあ、そういうところは、まあまあ、極端なね、そのことはしませんけども、まあ、それなりに応援したいと思います。現職3人という理解でいいんでしょうか。現職4人全部受かってほしいで、ね、多い方いいんだから。比例で出る人には比例もね応援するよな。ありがとうございました。これで終わりにいたします。